はい、皆さんこんばんは。3月14日月曜日、281回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、朝から雪でした。はい、で現在はですね、雨の状態ですね。まあ今日一日ちょっと寒かったという松代でございます。さて今日のゲストをご紹介いたしますけれども、こちらにありますけれどもね、松代ビクトリーズ の、 あの保護者会の会長さんでもあります、高野紀子さん。高井紀子さん、間違えてしまいました。はい、よろしくお願いします。ね、それから副会長の横田聖さん、よろしくお願いします。それから林直さん、よろしくお願いします。この5、3人で、今日は進めていきたいと思います。で今回ですね、第9回、春季日本小学生女子ソフトボール大会、これちょっと長い名前なんですけども、長野県代表としてですね、全国大会出場するっていう形をちょっとお聞きしましたので、今回出場していただきました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。それでですね、これを見ていただいて、こういう試合、何試合やったってことなんですかね。1、2、3、4試合、4試合で、勝ったという形で、ね、優勝されました。はい、でこれが表彰状でございますけれど、ちょっとあれだね、見ていただいて、はい、はい、まあはい、表彰状という形で、ね、はい、優勝松代ビクトリーズさんへという形でね、はい、ちょっと読んでいただいていい？はい、あなたのチームは本協会主催の大会において優秀な成績を収められました。よってその栄誉を抱え、これを表彰いたします。平成27年10月4日長野県ソフトボール協会さんからいただきました。はい、そういうことでね、こういう形で、優勝した時のね、子どもさんち映ってますけどね。はい、こちらは、こちらはチームの団旗で、団旗、代々、はい、先輩から受け継いでおります。ああ、そうなんですね。はい、はい、こちらは、こちらは今この後ろにあります。はい、これはこれが何て言うんでしょう、入場行進とかに使う、ああそう、使うやつでね。はい、なるほどね。まあ全部揃ってるですね、結構ね。わ、はい、かりました。はい、じゃあもう一つ、これもちょっとかっこいいのでね、みんなでね、同じやるだけども、はい、はい、これまあ高井さんたち、まあ会長さんだけど、試合今度行かれるのはどこへ行かれるんですかね。熊本県菊池市で行く、はい、にあります、この、あ、これだね、この、はい、あ、これを見ていただければあれかな。はい、ここの場所でちょっと小さいけどね、多目的グラウンド、うん、まあこれで試合は26日ですね。はい、でこれ行くときはいつから行かれるですか、真っ白。そうですね、3月の、うん、24から24から、はい、バスで、バス行くで、大阪まで行きまして、大阪まで、うん、でそこからフェリーに乗って熊本に行きます。でフェリーで行った時にどのくらいかかるの、熊本まで。どれぐらい、12時間かかるですね。夜出発して朝着くってことね。うん、はい、なるほどね。まあその間って子供さんたちは、まあ、いろんな遊びあるだろうけども、これ参加人員って何人いらっしゃるの。子供が16名、うん、大人がだいたい今およそ13人ぐらいを予定しております。あ、本当、はい、でちなみにあれ、横田さんってお金いくらぐらいかかるか分かる、旅費ですか。うん、おおよそ、およそ6、7万円、6、7万円、はい、うん、結構かかるね。そうですね、そのお金はどうやって使う。それ一生懸命働きますよ。皆さんそう。そうです。ああ、それだから、それで間に合っちゃう。うんって難しいんだね、やっぱり。なるほどね。あとこれ、あのどのような試合の方法でまたこれやるんですかね、このなんていうかな、練習試合みたいなのは今までやってきて、この大会ですか。うん、今までこう、まあ、今までこうやって練習してきて、はい、まあ、ここまで来たんだけどね、はい、うん、毎日っていうか毎週っていうか、毎週、そうですね、うん、土日祝日は練習してますね。やってる、はい、これは皆さんもまあ保護者さんちっていうか、はい、みんなで協力してやってるってことなんですよね。そうですね、あの、うん、お茶当番があったりですとか、あ、なるほどね、そういうので、まあ、手の空いてるというか、うん、時間のあるお母さんたちはなるべくグラウンドに行って
お手伝いしてるんです。なるほどね。お父さんの方が多いですけど。あ、そう。最近は。これあの皆さん、あの保護者の女性の方はそのなんて試合の時に審判だとかそういうことっては全然やらないんですか。お父さんにお任せです。お任せですか、うん、であとあれルールだとかっていうのは当然ご存知だよね。はい、え、知ってる。どういうのアウトとかセーフとかそれだけ。あ、そんなもんなんですか。フライゴー。そう、そう、三振。そう、なるほどね。じゃあ楽しみって言ったら何ですかね。3人は楽しみ、まあ、保護者の人の女性たち、お父さんと一生懸命累進やったりやるわけでしょ、うん、お母さん方は何が楽しみ、んみんなでお話ししたり、子供たちがやっぱり楽しくやってる、楽しくそうやってってるのを見てるのが、うんうん、見てるのが楽しい、見てるのが楽しい、うん、楽してるんだね。ひどいね。あとはだけどあれですかね、こういったところってまあ皆さんいろんなところにまあ行くんですけれど、なんていうの、車だとかってみんなで行かれるじゃないですか。その段取りっていうのは誰やったりするの、車の手配だとかっていうのは。まあ、基本的にはあの、うん、ちゃんと、お茶当番と配車っていうのがもう決まって決まって決まるっていうか、こううまく取り組んであって、うん、でそこであの、まあ、都合の悪いかったらこう交代したりとかしてっていうようにしてます、うん、なるほどね。じゃああと日頃の練習っていうのはどうされてるんですかね、林さん。日頃の練習、うん、練習、基本は土日祝日に、うん、松代小学校もしくは清野小学校で練習してます、うんうん、あ、そう、はい、じゃあ何お休みないね、子供たちって。ないです、ね、なんか文句言われない。でも好きでやってることなので、好きでやってるから OK、 それがもう、うん、生活の一部になってると思うので、うん、あ、そう、はい、あのよく学習塾なんかあるじゃないですか、学習塾行けとかってそういう話は全然なし。ないかな。ないかね。ないです。あとあれですかね、この1週間の予定っていうか、まあ、これ1年間のなんていうの、試合の量っておおよそ分かります。たくさんあります。高橋さん、たくさん、たくさん、いろいろな長野市の大会だったり、うん、県外に出かけてお呼ばれされた大会ですとか、うん、いろいろあるので、うん、数えきれない、うん、なるほどね。あとはあれですかね、このなんて言ったらいいかな、子どもたちとのコミュニケーションっていうの、まあ親子関係とか、まあ、周りの一緒にやってるか、で どういうふうに取られてるかね。横さん、何かあります？そうですね、うん、あの他の子たちとはじゃれ合ったりとかしたりはしますけど、うんうん、自分の子となると若干、うん、遠慮しちゃう、遠慮じゃないですよね、ちょっと行き過ぎたところもあったりもして喧嘩しくなる、ね、そうですね、うん、そう、行き過ぎてこう喧嘩になったりとか、うん、あ、そうかね。横さんもあんじゃなくて、林さんも同じ？同じですね、うん、はい。で子供も自分の親に言われるよりも、うん、他のお母さん、うん、お父さんから言われた方が素直に聞いてくれる部分が多々あるので、うん、あ、なるほどね、はい、じゃあそういった面では教育にはなるね。なりますね。逆に言えばね、みんなだね、チームの子がみんな自分の子供みたい、うん、子供のような感じで接しているので、どの子に対しても、もう同じ、ちゃんといろいろ、このように叱る。あ、そう、うん、それでも素直にはいはいって聞くから。聞きますね。聞く、うん、ちょっと、うん、あのね、本当に親に言ってるみたいなね、うん、感じの子も、うん、あ、そう、なるほど。あと皆さん裏方でね動いてらっしゃるっていうんであれなんだけど、一番苦労されて苦労したなっていうのはあります？高井さんいかが？やっぱりその練習とか試合に行って、うん、もうすごい雨が降ってきたりだとか、うん、すごく寒かったりとか、うん、もうテントを抑えても飛んでっちゃいそうなぐらいの強い風の日とか、うん、そういう時大変だなって思う。嫌、うん、だなって思います？嫌だなっていうより、うん、私たちより子どもたちがその中で試合をやってるので、うん、もうただひたすら耐えるしかない。子どもたちの方が多分辛いとか頑張ってると思うので。ヨウ、うん、さんどうですかね、そういったその今までの裏方でちょっと
感じたところって。そうですね、まあ、うん、実際にはやっぱり子どもたちがやってる部分を、うん、こう何で支えてる、やっぱり栄養面とか、うん、もうそういうことでしか、あと車 の, そあの送迎とか、うん、もう廃車とかってもうそこぐらいしか私たちはもうできないので、うん、とりあえず健康で怪我をしないように、もうそれだけですね、考えてるのは。林さんいかがですかね、なんかその食事って今ちょっと出たけど、栄養面って出たけど、はい、なんかそういう注意してることってあるですか？風邪をひかないようにバランスの良い食事を作ったりですかね。うん、それは何、あの子供さんにだけ、ご自身とかそういうのはない？それはどう？子供重視で、子供重視で、いやそれは気をつけた方がいいね。やっぱり親ちゃんとやらないといけないからね。うん、まああとはね、このなんて言ったらいいかな、一番大変だっていうことは何かあります、今までやってきて。大変あんまりないかね、もういつも大変だから。いつも大変というより、やっぱり試合に子どもたちが頑張ってる姿を見ると、うんうん、なんか忘れちゃう、うん、なるほどね、うん、あとこれもね、スポニチ、ね、出てるって珍しいね、こういうのね、羨ましいね。まあ、ましてね、今真田丸でやってるんだけど、真田の城下町から2年ぶりって、これ2年ぶりなんだね、はい、頑張ってっていう形ですね、はいはい、六門戦に初勝利っていう形で、こうちょっとね、はい、かっこよく、あ、それもね、はい、うん、いいじゃないですかね、ちょっとあれだね、見させてもらってですかね、はい、うん、あ、いい、え、そのままで OK よ、そのままで OK、 うん、うん、大丈夫大丈夫、うん、あ、そうだ、優勝旗もちょっとこう、ちょっと、うん、うん、はい、いいですね、ソフトボール協会からもらいましたっていう形、はい、じゃああとこういう形でね、はい、ありがとう、座っていただいて、これはまあどういったあれですかね、監督さんに怒られてるのかな、これは多分監督からの指示を待っている、うん、待っている感じですね、多分。これはどこで、これは清野小学校ですね、はい、うん、やっぱり下も同じかね、そうですね、同じ、うん、そうですね、清野小学校ですね、うん、なるほどね、はい、あとはこちらはどうですか、この上も清野小学校 で、 清野小学校である、でこの下はですね、うん、松代小学校の倉庫になるんですけど、うんうん、あ、これも常時置いてあるのね、はい、松代小学校に置いてあるんですが、うん、清野小学校の場合、うんうん、あの当番制で、うん、みんなで順番でこのように子どもたちが運んで使うものを出して、うん、この子たちの親が運んできます。なるほどね、うん、あとはあれですかね、この子どもさん、何歳から、何年生からか、1年生から大丈夫、1年生からいるの、はい、います、1年生、な、1年生から6年生、6年生も卒業ってか、あ、卒業しちゃったから今度は5年生か、はい、1年生はどういうことやるんですか、1年生も一緒に同じように頑張ってます、はい、あ、そうですか、一番楽しいって何が一番楽しいですか、皆さん一人ずつ、楽しい、うん、試合に勝ったのは、勝った時はもちろん嬉しいんですけど、うん、やっぱり普段の練習などを通して怒られながらも成長していく姿が見えたときはとても嬉しく感じます。うん、なるほどね、横瀬さんいかが、林さんと同じですね、うん、試合帰ったときもやっぱり嬉しいですし、うん、子供が笑顔で帰ってくる、うん、試合とかで、うん、と失敗とかしないで、うん、こう無事うちに帰ってきたときに笑顔でただいまって帰ってくるときが一番印象的です、うん、一番印象的、はい、なるほどね、じゃあこう、まああれですね、今度は試合に行かれるけれど、まあ、あの気をつけていただきたいのと、まあ、十分楽しんできていただきたいということで、はい、今日はほんの少ししかちょっとお聞きできなかったけど本当にありがとうございました。ありがとうございました。
三田さん、はい、すごいユニフォームを作っちゃって、そうね、揃ってね、お母さんまで作っちゃって、うん、張り切ってるね、うん、ねえ、すごいじゃん、うん、でね、さっきね、お話聞いてて、ね、うん、皆さんね、楽しみながらやってるとこが一番いい、ね、いいね、皆さん楽しみながらって早く行けって言ってるね、はい、うん、行きますね、はいはいはい、お知らせ、お知らせ、はい、今ね、ちょっと言い忘れちゃいましたんだけどね、このビクトリー、真っ白ビクトリーズね、うん、今メンバーを募集してるって言うんです。今、みんな忘れちゃった。そう、ちょっと時間をちょっとね、そんなんで、これはね、090-3207-7050 高井さんまで、ああ、携帯番号、そうそうそう、もうこれで募集してるんでね、はい、ぜひごさ、あの、これ誰でもいいの、ね、誰でも OK です、俺も、はい、ダメでしょ、いいよ、誰でもいいよ、保護者、保護者で、はい、OK、 頑張って、はい、はい、そんなことでね、はい、はい、来週はね、宮坂さんだね、同じですね、うん、台湾なんて書いてあるよ、ええ、俺台湾得意なんですよ、そう、うん、どういうあれなの、あのね、うん、あの1998年だっけ、うん、長野東京オリンピック、うん、あの時にね、一校一国運動やってた、あ、やりました、やりました、でそれが豊坂小学校がたまたまね、うん、台湾だったの、うん、それやね、ずっと続いてるんですよ、あ、そうか、国際交流素晴らしいでしょ、結構ね、そうでしょ、つながってるのは20年かな、もうもっと、あ、そんなになるかな、途中で途切れたんだっけ途切れたことあるのあそれ内緒内緒、あ、そうか、はいはい、まあじゃあそういうことでね、内緒もう宮坂さん、宮坂さんらしい、あ、怒られちゃう、うん、いい、余計なこと言ってくれました、ね、じゃあそれで、はい、先生は誰、先生はね、中村玲子先生、中村玲子先生、そうです、女性だね、そうです、うん、じゃあそんな楽しみで、うん、はい、あのすごくね、楽しい話が、あ、そうですか、はい、わかりました、ぜひあのお楽しみに、はい、はい、じゃあそんなことで、はい、それでは来週のしゃべくりますよ、どうぞお楽しみに、お楽しみに、はい、すごい。